はい、おはようございます。ナバロです。今日入院2日目です。ちょうど今、午前中の10時ぐらいです。食事も終わってね、今一段落しています。明日からね、また抗がん剤の治療を行います。今日はね、生理食塩水だけの、ね、今点滴です。腎臓を保護するために、ね、生理食塩水の、ね、点滴を行っています。でとりあえず、ね、食事もちゃんと昨日の夜と今日の朝も、ね、しっかりとれていますので体調は、ね、すごくいいです。ただ、患部の方が、ね、少し、食べると痛いという感じですけど、こんなもんかなというふうに思います。で今日ね、うちの奥さんが忘れ物をね持ってきてくれました。歯磨き用のねコップがなかったんでねちょっと困ってたんですけど、それをね持ってきていただきました。であとは飲み物をねちょっと買ってきてもらったんですけど、そのぐらいですね。で入院は10日から2週間ぐらいです。早ければね14日、15日ぐらいには退院できるかと思いますが、体調によってねちょっと変わってきます。少しね伸びるかもしれませんけどね、ちょっとその日にちが近くなってきたらねまた分かるかと思います。あと午後からねまた、放射線の治療もねあります。だから今は放射線の治療と明日からがんの治療、抗がん剤の治療がね始まりますんでね、結構大変かなと思います。やっぱり、ね、病院にいる方が、ね、楽です。家にいるとね、いろいろ娘とも、遊ばないといけないしね、結構大変なんですけど、現在はね、病院にいてこう自分のことにね、集中できるんですごく良いです。これから11時ぐらいになるとまた入浴、シャワーの時間なんでね、また、そちらの方に行きますけど、しばらくねちょっと病院で、ね、しっかりね治療していきたいなと思っています。でもやっぱり家にいるより楽ですね。家だといろいろ気を使わなきゃいけないんですけどね、はい、しっかりね治療していて、で抗がん剤割るとねまた 副作用の方がね、しばらくで起こるんで、それがね少し軽減してからね、退院したいとね思っています。今日はね、天気いいですよ、すごく。ただ夏なんでね、外は結構暑そうですけど、病院の中はすごく快適です。しばらくね、こうゆっくりして。で、あとそうですね、血液検査ね、昨日行いまして、腎臓の数値がね、結構元に戻ってきているので、かなり、体調はいいと思いますね。でまた、抗がん剤やるとねまた腎臓の機能とかね数値が悪くなってくると思うんですけど、それを見越して点滴をね行っています。で生理食塩水もね前よりは多く、入れてるので、だいぶ僕はいいと思いますけど、でもしっかりね抗がん剤はね 5日間やりますので、それの治療にねしっかり専念していきたいと思っています。あと痛みの方なんですけど、そんなにねなくなってきましたね。前よりね食事が取りやすくなりました。今日がすごくいいです。昨日今日はだから放射線の治療の方で結構ね成果が出てるんだと僕は思っていますけど、これからね余談どういうふうになっていくか分かんないんですが、しっかりね治していきたいなと思っています。はい、あと土日はね多分また娘と奥さんがね、見舞いに来てくれると思うんで、洗濯物とかね持ってってもらおうと思ってますが、パジャマもね10日分ぐらいしか持ってきてないので、それ以外はね、持ってって洗って洗濯して戻してもらおうかなと思っています。これで今日3回目の入院なんですけどね、同じ病室ですね。
ベッドはねちょっと違うんですけど、窓際のね、ベッドになります。で、まあ最上階なんでね、非常に見晴らしがいいんですけど、あと、ね、夜になってねやっぱりもう眠くなってくるんでね、結構ね昨日も早く寝れましたね。すごくね、ゆっくり寝てて、今日もね、6時前ぐらい5時ぐらいに、ね、目が覚めましたけど、非常によく眠れてる方だと思います。で、まあしっかりね、治療してね、また、家に戻りたいと思います。で、今回ね14日で放射線の方の治療は終了しますんで、そっちの方をね集中して、あと抗がん剤もしっかり、ね、やっていきたいと思います。 でこのあとね多分抗がん剤があって、多分ね別の抗がん剤もう一回やるのかなと思いますけど、ちょっとねその辺はねドクターとの相談ですけど、まあ、しっかり、ね、やっていきたいと思います。まあ今日は、ね、入院2日目ということで、明日からまたね、抗がん剤始まるのはねしっかりやっていきたいと思います。またこう、副作用の方が、ね、出てくると思うんですけど、まあ、それも、ね、覚悟して、ね、ちゃんと治療していきたいと思います。はい、ありがとうございます。さよなら。ご飯すごいね。このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それから、ね、子供との、ね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることの、ね、出来事とかね、あと解決方法の、ね、話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれて、ね、ありがとうございました。はい、あけみちゃんバイバーイ、はい